国語基礎漢字重要語句第15項。この動画は国語の基礎である漢字重要語句を短い動画で毎日コツコツ頑張っていこうというものです。一つの動画で2つの問題を扱っています。この問題はセンター試験の過去問になっています。センター試験の漢字の問題、どのようなものかというと、傍線部と同じ漢字を含むものを1から5の中から1つ選ぶということで、丸の1番を見てみると、野生で培われた能力、この培うという字と同じものを1から5の中から探して同じ漢字が使われているものを選ぶということになります。早速問いの1からやっていきましょう。野生で培われた能力、はい、この字が答えになります。これ似ている字が多いので気をつけて見ていきましょう。1、丸の1、顕微鏡の倍率を上げる。倍率の倍っていう字はこれ人偏ですね。倍率っていう字のこの倍違いますね。次、丸の2番、研究用に細菌を培養する。養は養うという字ですね。この培養の倍という字が答えになります。この漢字と同じなので丸の2番が答えです。丸の3番、新聞という媒体を利用する。この媒体の倍の字、前にもこれ扱いましたね。15項まで来ると、過去に扱った問題が出てくるということなので、やはり過去問をしっかり解いておくこと、復習の大切さが分かりますね。この媒体の倍ですね。媒介という漢字だった気がしますが、この倍という字が出ましたね。やはり復習は大事ということがわかります。丸の4番、国際会議に陪席する。陪席の倍も似ている字なんで気をつけてください。陪審員の倍とかでよく使われますね。この倍という字ですね。で、陪席の意味っていうのは、これは目上の人と一緒に同席することを陪席という陪席するというふうに言います。だ、国際会議なんで自分よりも目上の人がたくさんいたりするんで、この国際会議に陪席する、一緒に目上の人と一緒に同席するということになります。丸の5番、購買意欲をかきたてる。購買ってこういう字になりますね。購買、この字も違うのでやっぱり丸の2番が答えです。続いて2番、やっていきましょう。森に潜んでいる獣、潜むという字ですね。この字ですね。この字と同じものを1から5の中から探していきましょう。分断に旋風を巻き起こす。旋風っていうのはこの時点で違いますね。2番、大気汚染の問題に取り組む。汚染、汚く染めるって書いて汚染ですね。次、丸の3番、接戦の末に引き分ける。この漢字も違いますね。続いて丸の4番、潜在的な能力を引き出す。そうです、潜在の潜の字がこの潜むという字と同じなので、丸の4番が答えになります。丸の5番、繊維質の豊富な野菜を食べる。繊維ではこの漢字が答えになります。もう一度復習しておきます。1番、これが、培うという字と、培養の培の字が同じなので丸の2番答え。続いて2番が潜むという字と潜在的能力の、潜在の潜の字が同じなので丸の4番が答えになります。よって今日もここに出てきた12個きちんと復習しておきましょう。はい、やっぱりこの媒体の場合だったり、確か繊維っていう字も選択肢だったかな、この本文のとこじゃないかもしれないですけど、選択肢だったかに出てきたような気もするので、やはり復習が大事ということですね。この12語の漢字しっかり読めるように書けるように復習をしておきましょう。それでは国語基礎漢字重要語句第15項を終わりにします。
ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現役予備高校士監修のもと、大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。 Twitter でも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。